時代の炎孫策は激しく燃え上がり、そして消えた。後を継いだ孫権は悲しみと重圧に押しつぶされようとしていた。そんな彼を支えたのは孫策の無二の友周瑜である。彼は孫権に代わって兵をまとめ、速やかに後頭に引き返す。孫吾の兵は主君を失い動揺している。今曹操とまともに戦う愚を周瑜は知っていた。周瑜は来たる曹操との対決のため慶州を攻めるべきと主張。慶州には孫権の敵高祖や劉表がいる。またかの地は大陸の中央に位置し、肥沃にして民も多い。孫権は周瑜の勧めるがまま慶州の河口に出兵した。偉大なる父と兄の死、そして突然降りかかった君主としての責務、この厳しき現実から孫権は未だ目を背けていた。孫権様、私はとても兄上のようにはなれない。周瑜が指揮を取ればいいのだ。周瑜様、太子寺様、それに姫様、皆誰のために戦っているとお思いですか？それは孫策様のためなどと寝ぼけたことはおっしゃらないでください。皆他でもないあなたを盛り立てるため必死に戦おうとしていらっしゃるのですよ。そうだったな、目が覚めた。弟子、私のそばにいてくれ。私が逃げそうになったらもう一度頼む。ええ、お任せを。すっきりした顔をなさっている。先ほどまでとは別人のようだ。皆の者、進軍を始めよ。孫権様の敵高祖を討て。行くぞ。父の敵高祖を討つ。みんな私に力を貸してくれ。罠を支持している敵将がいるようです。その者を倒さないと被害は広がる一方かと。
この戦場には俺の父の子たちもいるんです。こいつだけは俺が倒します。早くなりよと港を攻めるのだ。
私の知略に勝てると思うか。私はもう逃げません。孫悟の皆のため、未来を切り開いていきます。過去の勝利は孫悟に大きなものをもたらした。優勝関寧の参入、古参の師と若き将の団結、そして彼らを引っ張り守ろうとする孫権の決意。以後君主として目覚めた孫権のもとには有能な士が集まった。孫権は彼らの意見をよく聞き、長江の南に確固たる勢力を築く。そんな折袁紹を下した曹操が南下を開始。慶州を飲み込むと孫権に狙いを定める。開戦か降伏か、決断の時は迫っていた。殿、曹操のごとき陥没に下ってはなりませぬ。まともに戦って勝ち目はありません。降伏すべきです。曹操からの降伏勧告、劉備からの共闘以来、こんな時父上ならどうするだろう。兄上なら
共闘、どちらにも利があると私は考える。だが私は孫悟の皆の力を信じている。よって未来を見据えた決断を下す。王翦殿、我らは劉備殿と結び曹操を討つ。以後幸福を唱える者はこの机と同じ運命。